はいどうも、大悟です。というわけで今回はですね、ほにゃららな人と付き合うと浮気される説についてご紹介します。浮気っていうのって、やっぱりこう男性も女性もまあ嫌な気分になるみたいな人が多いと思うんですけれども、もともと人間って浮気しやすくできてるんですね。どういうことかっていうと、まあ、男性と女性で浮気の仕方っていうのは違うんですけども、女性の場合は、まあ一度に複数人の、男性との間の子供が作れないので、一人しか子供産めないですから、女性の場合は、自分が今付き合ってるパートナーよりもいい相手を見つけると乗り換えるってタイプの浮気をしやすいんですね。で、こういう風に進化してるんですよ、もともと。で、一方で男性の場合は複数の女性との間に子供が残せるっていうのと、プラス、男性の場合って、まあ今は遺伝子検査とかあるんでできますけど、最悪自分の子供じゃない子供を育ててしまうリスクっていうのが一定数あるわけですよ。女性はもう自分から出てくるんで、自分の子供とわかりますけど、男はわからないわけですね。だから、まあ浮気をしていろんな女性との間に子供を作った人たちってのがやっぱりどうしても生き残りやすくなっちゃって、それで生き残ったのが僕ら今の人類なんで、もう男は浮気しやすくね、同時多発的な浮気をしやすくできてるよみたいな話とかがあるんですが、そんな中でもどういう人がまあ浮気をしやすいのってことを調べた研究を一つ今日はご紹介したいと思います。今回の研究はですね、なんと美男美女と付き合うと浮気されたりとかして恋愛関係が壊れやすいよっていう説についてご紹介します。イケメン美女と付き合うとですね、浮気される確率が上がるという、そんなちょっと面白い研究です。今回の研究はハーバード大学の研究です。美男美女ほど、いわゆる恋愛関係とか結婚関係とかが浮気またはそれ以外の理由によって破綻しやすい、破局しやすいよっていうデータが出てるんですね。で、どういう研究かっていうと、ancestry.com とか、imdb.com とか、まあ、そういった、まあ、いわゆるデータベースを、サイトに登録されているデータベースをですね、使って調べるんですが、例えば、ancestry.com に登録されている男性のデータを使って、30年間、のですね、男性の結婚と離婚のこう変化っていうのをチェックするわけです。どれぐらい離婚が増えたりとか、結婚が増えたりとか、するのみたいなことを調べるわけですね。で、これと、もう一個 imdb っていう、データベースがあって、まあ、imdb.com ですね。はい。で、ここに掲載されている、男優あるいは女優のトップ20と、あとはフォーブスに掲載されている世界のセレブ100人の離婚と結婚のデータってのをチェックしたわけですね。まあ、要するに有名な人と普通の人と両方のこう恋愛とか、結婚観みたいなのを調べると、まあ、当然セレブとか女優さんってのはイケメンとか美女ですから、そういう人たちの結婚と一般の人たちの、結婚ってどういう違いがあるのかってことを調べた、そんな研究ですね。で、全体的ないわゆるルックス、いわゆる外見の良さと離婚率みたいなものを調べてみたところ、魅力度が高く評価されている、男性または女性ほど離婚率が高くなりまして、結婚期間も短いんです。つまりイケメン美女の方が離婚率が高くて結婚期間も短かったんですよ。まあ、恋愛関係とか結婚関係が長く続かないわけなんですね。面白いですよね。だからこれどうやら魅力的な人、イケメンとか美女って恋愛関係がむしろそうじゃない人よりもうまくいかない傾向ってのが、出てきてるんですよね。意外ですよね。普通イケメン美女だったら恋愛なんかいくらでもうまくいくだろうにと、ね、女優さんとかもそうですけど、まあ、あんなにいくらでも求める人いるだろうにって思うんですが、どうやら違うっぽいと。で、なんでこうなるのかっていう、理由が結構面白くてですね。この研究チーム、これが以外にも追試実験をしてまして、結果何が分かったかっていうと、ルックスがいい男女っていうのはルックスが良くない、男女よりも他の美男美女を魅力的だっていう風に評価する傾向が強かったんですよ。これどういうことかっていうと、美男美女っていうのは美男美女じゃない人よりも他の美男美女を魅力的だって考えやすいんですね。普通に考えたら、まあ、自分の周りはイケメンとか美女とか多いから、まあ、別にイケメンとか美女とか慣れてるから、うん大丈夫みたいなことを言いそうなもんですが、実際は逆なんですね。自分の魅力が高いですね、男性または女性、美男美女っていうのは他の美男美女を求める傾向も強くなっちゃうんですよ。で、さらにこの傾向が自分がすでに誰かと付き合っている場合、特定のパートナーと交際している場合に限りこの傾向が出てたんですね。つまりどういうことかっていうと、二つをまとめると、誰かと付き合っている結婚または恋愛関係にある美男美女っていうのは、そのパートナー以外の美男美女に大きい魅力を感じやすくなるんじゃないのってことがこの研究者たちは指摘してるんですね。すごい話じゃないですか。要するに、イケメンとか美女と付き合っちゃうと、まあ、釣った魚に餌をやらないじゃないんだけども、その付き合ってる皆さんが付き合ってるパートナーが美男美女だった場合は、他の美男美女に手を出す率が上がっちゃうんですよ。付き合っちゃうと、イケメンとか美女って。だから結構、まあ芸能人でもそうだし、イケメンとか美女とかそうですけど、まあ他の人と関係を持っちゃったりとか、まあいわゆるこうね、浮気みたいなことで泥沼になる人がいますけど、ああいうのが起きやすいのって、
実はイケメンとか美女が持ってる性質なんじゃないのかってことがこの研究なんですね。だからやっぱり美男美女と付き合う場合は浮気されるリスクっていうのを踏まえた上で、まあ、それに対策をするか、あるいはこのその中でもイケメンとか美女の中でもみんなが浮気するわけじゃないんですよ。浮気しづらい人ってのもいるので、そういう人を見抜いてあげないと、まあやっぱりねうまくいかなくなっちゃうよってことがこの研究では言われてるんですね。だから皆さんもぜひイケメンまたは美女と付き合うときは注意してください。まあ、それでもイケメンとか美女と付き合いたいって人はやっぱりこう浮気をねしまくっちゃうというか、平気で浮気をするやばいやつの見分け方ぐらいは、身につけておいて、それで相手とね付き合うときに相手がイケメンまたは美女だった場合はその人が浮気しやすい人間かどうか判定してから付き合うっていうのがおすすめです。というわけで今日の、続きの動画は浮気の科学、浮気を開き直る性的ナルシストってのがいるんですが、この性的ナルシストの見抜き方ですね、これをご紹介した動画が今日は番組の概要欄またはコメント欄の方から今なら20日間無料で見ることができますので、よかったらですねこちらチェックしていただいて、せめて浮気っぽい人を見抜くっていう作業だけはやっといた方がいいです。ちなみにねイケメンとか美女じゃなくても性的ナルシストっていますんで、浮気しやすい人っていますので、そこら辺はぜひね、注意してみてもらえればなというふうに思います。はい、一応おすすめの方も概要欄の方に入れておきますし、僕のオーディオブックも、今ね概要欄の方から無料で聞けるキャンペーンやってますんで、こちらも合わせて見てみてください。それでは続き、浮気の科学、浮気を開き直る性的ナルシストの見抜き方はコメント欄または概要欄の方から20日間無料でどうぞ。バイバーイ。